こんにちは。手持ちのツムすべて紹介するまで終われまってんやっていきましょう。1月中にねやりきりたかったんですけどね、もう数が多すぎて、もう続いてはライオンキングザズーを2月に入ってですね、今日初プレイになります。2月1日ですね。でね、今ちょっとね Wi-Fi の調子が悪くてね、ちょっとローディングの時間が長いんですけれども、まあなんとかねトークで繋いでいこうと思いますんで、皆様お付き合いくださいませませ。ということで、ザズーはくちばしのあるツム系ということで何回かプレイはしたことがあるんですけど、なんか毎回飛ぶ方向がこうねなんか異なったりするんでね、こういまいち得点とかコインがこうなかなか安定しないツムではあります。なぜかというと、こう毎回飛ぶ方向が違うんですけど、時々あ一回飛んできたところまた飛んでんじゃんっていうパターンもあったりするんですよ。なので、まあそういう意味ではちょっと安定しにくいツムではありますね。今回はまあちょっと全然バラバラの方向に飛んでいきましたけど、ね。で、ほい。今回もちょっと全然違う、あれ行ったんで、まあまあまあまだね、なんとかポイントはまだ取ってくれる方のタイプなんですけどね。ちなみに、アニメ版のザズーの声やってる人、皆さん、どなたかご存知ですか？はい。3秒だけシンキングタイム。1、2。くしゃみでそう。やばい。くしゃみ。くしゃ。出ない。そうなんです。正解はですね、なんと、多くの方がご存知のローワン・アトキンソンさんなんですね。名前言っても分かんなかったですけど、ね、じゃあこれで言ったらどうですか？ミスタービーンって言ったら皆さんご存知ですよね。そうなんですよ、ザズーの声実はミスタービーンさんがやってるんですね。とかって言ってるんですけど、まあね、アッションブレッシュンスイエスシンバーって言ってるあの声が実はローン・アトキンソンさんなんですよ、ミスタービーンね。結構だからライオンキングって有名豪華俳優陣ってか、豪華な、まあ、その俳優さんたちが、声優を務めているということででしてね。はい。なので、まあ実は、そうなんです。ローン・アトキンソンさんがザズーやってて、で、ジェレミー・アイアンズがスカーをやってて、それから、なんだっけ、あの人。あの、ハイエナ軍団のボスを、天使にラブソングをの主人公のウーピーゴールドバーグさんがやったりするんですよね。っていうような感じでした。はい。ではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。